はい、こんにちは。絵描きのみおさんこと谷川みおです。ゲストをお迎えしております。佐土原でパン教室をやっている京香先生でございます。はい、こんにちは、京香です。実はですね、このトパンの京香先生に、ロゴをお願いしてもらいまして、そのロゴを、今案を出している状態なんですけれども、今日はその案に込めたそれぞれの意味、デザインがこういう意味を込めてるからそれぞれこういうデザインが違うんですよっていうのを説明させていただいて、今日はそのクライアントであるトパンの京香先生にどのロゴがいいかを選んでもらって、でその選ばれた一つを清書していくというような過程を動画にまとめたいと思います。よろしくお願いします。あ、そうです、早速行っちゃいましょう。よろしくお願いします。どうぞ。はい、まずでは1個目のロゴ案なんですけれども、これは人のご縁、その縁っていう響きをそのまま丸にして、でさらにトパンさんの名物のパンパカパン、この金太郎飴のようなパンパカパンを、形のモチーフとしました、1飴ですね。はい、でお家でパン教室されてるんですけど、なんかそこに掲げてあったら可愛いかなっていう、なんかその見た目的なイメージ、ちょっとおしゃれな感じ、おしゃれのお家なんですよ。いやだからそこのお家にかかった時にこれ可愛いかもなと思って、その丸の中に収めたシンプルなロゴの案ですね。で、ちょっとアレンジバージョンとして、そのパンパカパンを切った時のなんかこうどんどん切っていくよっていう意味合いも込めて、この右の方にちょろんちょろんっていうのをつけてるんですけど、ちょろんちょろんつけてるんですけど、あえてこう左のまたベース作ってたロゴは綺麗にまとめたんですけど、アレンジバージョンの方はわざとそのトパンっていう英文字をちょっと崩して、あえてアンバランスな感じを出しました。でもこれもちゃんとトパンっていう読み方としては成立してるので、歪んでも楽しい、そしてアンバランスさも楽しんじゃおうぜみたいなのがトパンの良さなのかなと思って、深いそっち、戻す深いっていうので、このアレンジバージョンの方も作りました。で、2つ目の案ですね。トパンの名物はパンパカパンと、パンパカパンイコールトパンみたいな感じになるといいなっていうことだったので、そのパンパカパンの姿というか形をモチーフにした案っていうのを2案目に作りました。で、やっぱ業績とかロゴ一つでね、こうできるだけなんと言いますか、縁起のいいものにしたいなって思うのがあったので、右肩上がりになるように、素晴らしい右上に向かう、まずは向きに、そうにして、で驚きとか新発見も切らないとどんな柄になったか分かんないだろう、なんかその楽しみ、うわーっていう良さっていうのをなんかクラッカーみたいにしたくて、だからパンパカパンの姿とクラッカーをちょっとミックスしたような感じのロゴにして、で一番最初に切ったパンからポンってなんかハッこう出てる、めっちゃ出てる表現がパンって出てるような感じの、なんか他にないロゴのイメージ、なんかでもインパクトはすごくあるような感じのロゴにしました。はい、で3つ目の案が、トパンが最初 T から始まるから、この T をもうその縁起を込めるためにプラスっていう言葉っていうかね、プラスとかけて T の、頭文字をちょっと大きく伸ばして、で見てみたら O と P と A ってこう丸が続く形がね、そうだからこういろいろ彼女のストーリーズとかを見てると、結構なんだろう、みんな笑顔、ね、ちっちゃい子から大人の人までみんな笑顔だから、でなんかその笑顔に種類があると思ったわけよ。わかる。なんかこうまだ来る前の人とか、そのインスタとかを見てるだけの方とかはこうどんな感じなのかなっていうのを見て楽しむ、ね、そうで、来てくれた人たちっていうのは初めての人とかはこうどんな風に進むんやろうみたい なんかそのワクワクした気持ちの笑顔、でパンなんでね、食べれるじゃないですか、最後出来上がったやつを。でそしてお家に、教室だからこう覚えたことはお家に帰ってやって作って食べるっていう、なんかその食、こう食べた時の食感も含めた、わあ美味しいっていう笑顔っていう、なんか3種類は少なくともあるなと思ったので、その O と P と A の形からできてると思う、これの中にその人の笑顔の種類を入れたの、だから顔が違うね。あ、そう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 
レベル1、レベル2、レベル3みたいな、なんかその笑顔の弾け方をね、入れてみたんですよ。で、なんでトパンさんってトパンっていう名前なのかっていうと、あなたとパンとか、私とパン、みんなとパンみたいにこう、何かと自分がやってるパン教室をつなげるときに、絶対とパンっていう言葉になると。だからその最後のなんなんとパンっていうののトパンを、引っ張ってきてトパンっていう名前になってるって言ってたので、そうだからそのあなたとパン、私とパン、その人と触れ合う、まあ、教室だよっていうところの意味も込めてこの人の表情も入れてるっていう感じですね。好き好き好き、おーありがとう。顔があるのはいいよね、やっぱね。大好きもね。本当、うん、やっぱでもロゴ作る上でこうなんていうかな、大きく作る見せるロゴもあれば、多分ちっちゃく見せちゃうロゴとかもあるから、やっぱその大きさがどこまでこういけるかなとかいろいろ考えながらね、もちろんこの小さで大丈夫かなとかいろいろ考えるところあったんですけど、まあ、まずはちょっと作ろうと、でそれでつどつどなんか作るときに、まあ、焼き印で入れたりなのか印刷物に使うなのかとかで、こうちょっとこの大きさやと厳しいっていうときにはまた違うバリエーションを考えていけばいいかなと思ってるので、じゃあこの3つの案をねちょっと出させてもらいましたので、これを京香先生に選んでいただきたいなと思うわけでございます。どれも好きなんだけど、あ、もう個人的な意見だと本当に真ん中が下。おお、おしゃれじゃない私は。そう、おしゃれではない、おしゃれではない、おしゃれではない。なるほどね。だけどね、パフトスしたソースが残るかな。でもなんかあったかい感じで作ってほしいって言ってたもんね。そう、インパクトあるのは真ん中やったけど、下はね、もうこの顔が捨てがたい、本当に顔があるっていうのが、そう、めっちゃ顔があるのが好き。パンでもやっぱ顔描きたいし。立ち場したかなって思いつつ、悩むね。第一印象とこっちに作っちゃうけどね、真ん中にね。じゃあ第一印象で見た時にはこのおって思うじゃん。2案目の、見ることないし。そうね、確かにパンサも出てるし。そうなんだ。私いろいろ過去ロゴデザインとかをやってきましたけど、あの宮崎県の物産館が多分私のロゴの代表作、ちょっとパッと今出しますね。なんですけど、なんかやっぱなんだろう、私の中でロゴってちゃんと大事に使ってもらえれば、こうどんな爆発力が生まれるかもわからないっていうのを自分の実体験として味わってるから、なんかかっこいいロゴだけが全てじゃないっていうところもあって、なんか見ないじゃんこの2案目とか、あんまりさ見ないだからこういうなんかあんま他で見ない形のインパクトの強いロゴとかでもなんかありなのかなと、ちょっとまあ自分の中で冒険した部分もあるんだけど、そうなんだ、パンパカパンこんな形じゃねえよって言われて、ごめんなさいでした。でもパンパカパンさま出てるじゃん、決め手ものと思ってボードをつけてるからさ、パンのね切るときのカッティングのボード、すごい、どっちも好きだな。だめよね、だめよね、決め切らんよね。今回あのパンパカパンではなくトパンのロゴだから、そうって思うとやっぱり下なんだよね。おー、3目ね、3目に来ちゃう。けど真ん中捨てがたいみたいな。引っ張られる、もパンパカパン好きすぎて引っ張られるちょっと置いてかないでみたいな。まあね、なるじゃあ、そしたら、アイディアで、例えばそのパン教室トパンのロゴは3案目にしましょう。で、パンパカパンっていう商品の商品ロゴを2案目に使いましょう。だからこのトパンって書いてる文字をパンパカパンに変えたら、変えちゃうみたいな、ね、変えちゃうみたいな。それができますね、デザインの。パッとね。そうね。っていうのはどうかな、両方採用みたいな感じで。素晴らしい、それは素晴らしい。いい落としどころが見つかったようです。グッとやってしまうかね、トパンの ね。これいく、何に使いたい？これまず。まず出来上がったら。まず、印刷物。シールにしたい。あ、シール、配りたいの私。あ、なるほどね。じゃあこの3目を、じゃあロゴとして作りましょうかね。はい、じゃあ作っていきたいと思います。なんかバイバイしちゃう。ピースだね。やかもんなやっちゃう。ピースしかない。